はい。皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回は HSP と海外物販と2020年について話をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。HSP っていうのは Highly Sensitive Person っていう言葉。要するに、高度に繊細な人っていう言葉で、知らない方多いと思うんですけれども、比較的最近定義づけられた人の特性を表す言葉なんですね。 今まではそういったワードすら存在してなかったので、自分自身が例えば妙に周りのこと気にしちゃうだとか、内部発電型って言って、人との外交的な刺激によって自分自身の精神を安定させるのではなく、それこそ、まあ、引きこもりチックに一人で家の中でゴロゴロしてることによって自分の中で充電できるようなタイプの人なんですね。 で、ハイリ i センシティ e r ー o ンっていうのは、その言葉の通り、すごく感受性も豊かで、周りの人を気にして気遣うことができる。悪い形や気遣い C の人間なんですけれども、自分自身もそれに思いっきり当てはまってます。HSP の特性を持つ人っていうのは、物販にものすごく向いてると思います。というよりは、自分が行っている絵画物販の人っていうのは、HSP の人が問題もなく進めるようなカリキュラム、かつ、 問題なく進めるようなサポート体制にしてるからなんですね。自分自身が HSP 特性なので、まず自分自身っていうのが実績を出せる物販のスタイルであるっていうことが何よりも証拠になってると思うんですけど、ただもちろん、HSP の人って、礼説がないわけじゃないんですよ。デリカシーがないわけじゃないんですよ。むしろそういうところがしっかり整っている。礼説だとか人の気持ちを考えるだとか、デリカシーだとか、そういったものっていうのが、HSP の人って一般の人よりもむしろすごくあるんですよ。 で、そういったものがあるからこそ、できるんですからね。その人と会うのが嫌だと。で、自分は、礼節もない、マナーもないとか、そういうタイプの人っていうのは、それはただの、なんて言うんでしょう、うん言い方悪いですけど、社会不適合なことになっちゃうので、そういうことではなくって、あくまでも、その気にしすぎちゃうという特性、周りの人のことを考えすぎちゃって、悩みすぎちゃうっていう特性の人っていうのは、物販に向いてるんじゃないかなっていうことなんですよ。 で、2020年の話なんですが、現在、例の件で大混乱が起きているんですが、この混乱のさなかにおいて我々にとって一番大切なのは今から何ができるかっていうことなんですね。アドラの三角柱考えていただければわかるように、アドラの三角柱っていうのは心理学者アドラが提,提唱した、我々っていうのは全ての物事に対して3つの側面から考えていく、3つのリアクションっていうのがあるっていうことなんですが、一つ目は悪やの人、2つ目っていうのは、 かわいそうな自分。で、三つ目っていうのは今から何ができるか。で、多くの人っていうのは悪いあの人とかわいそうな自分関連のことに終始してしまうんですけど、それは全く意味がなくて不毛なこと。だから三つ目の今から何かできるかっていうことにフォーカスしていくことが大切ですよっていうのが、アドラーの三角中です。正確に言うとこれからどうするかなんですが、私はそこちょっと言葉変えて今から何ができるかっていう言い方をしてるんですね。で、この2020年今から何ができるか、別に HSP の方だけではなくって、働き方、改革、 的なな面ででで何ががきるるかっっててて考えるととと場所に縛られいい商売をしていくってことが一つの解決策だと思うんですよ自分が海外物販の講師なので非常に手前味噌に聞こえるかもしれないですけど別に海外物販だけじゃなくて例えば一部の SE の方とかだって別に時間に時間にはとらわれるかもしれないですけど場所にとらわれずにパソコンと、ね、インターネット環境があれば仕事できるって状況に特化した商売っていうのを 継続する。要するに、どこにいようが何の支障もなくビジネスできるっていう状況を作り上げることは可能ですよね。HSP の方っていうのは非常に鬱になりやすかったりだとか、双極性障害とかなりやすいところってあると思うんですね。 神経症だとか、あとは嫉妬妄想症だとか、いろいろなりやすいところがあると思うんですけど、特にこのダウンの状態というか、気持ちが落ち込みやすい状態、鬱つなりやすい状況っていうのはなぜ起こるのかっていうと、例えば2020年の現代の混乱のように、負のエネルギーがめちゃめちゃ充満しだすと、それを、 吸収したくなくても吸収していっちゃうというか、そのネガティブなエネルギーにね、別にオカルトチックなことを言うつもりはないけれども、そういった周りのネガティブな感じもセンシティブに感じ取ってしまって、影響を受けやすいと思うんですよ。要するに、周りのことを気にするというよりは、周りの状況を敏感に感じ取ってしまって、自分がそこと一緒になって、ボゴーンって落ちるときは落ち込みやすい。っていうのが、HSP の人たちの特徴だと思うんですね。 で、2020年繰り返しになりますが、現在の混乱の中で多くの人は政府が悪いだとか、自分はこんなに可哀想だみたいな、多責多者批判、もしくは自己憐憫悲劇のヒーロー、悲劇のヒロインに、ま、肯定してしまって、 なり下がってしまって、ここら辺の悪いエネルギーっていうのが、いろんなところで文字として、言葉として、イライラとして、舌打ちとして、鬱積しているのが現状だと思うんです。で、この中で、そういったエネルギーをビューって思いっきり体の中に吸収してしまうと、まあ正直、心身ともに悪影響を及ぼしやすいのが、 今年だと思うんですね。だからこそ、今から何ができるかを考えて、特にセンシティブな人、周りの影響を思いっきり受けやすい人っていうのは、この流れで思いっきり打つになる可能性っていうのがあります。もしくは、まあ、打つかどうかは別として、とにかく、なんか、無気力になったりだとか、になりやすいと思うんですよね。例えば、マーティン・セリグマンの学生中、学習性無力感とかも、 HSP 関係の人っていうのはめっちゃなりやすいと思うし。じゃあその中でどうすればいいのかっていうと、それは自分自身が体現していることっていうのがそのまま解決策になると思います。なぜならば HSP なんで。まず自分は一例ですけど、海外物販をやってます。で、海外物販っていうのは遠隔操作。普段からなるべく外部的な刺激っていうのを、もちろんずーっと家の中にいるのもそれもそれで体に良くないでし、日光を浴びるとセロトニンが 分泌されますので、時々外に対するのは大切ですけど、とにかく基本的には外部との接触っていうのを自分がコントロールできる範囲まで、自分にとって過度な負担にならない程度までに削減することができている商売である。かつ、自分は中国やタイに理由があって行くことができるわけなんですよ。で、海外に行くってことが正直一番そういったうつ状況になりやすい 状態から、精神状況から脱却する特効薬になるっていうふうに思ってます。個人的には。というわけでいろいろ話してしまいましたが、今回は、まあ、センシティブな人。で、センシティブな人っていうと周りを気にするっていうイメージがあると思うんですが、自分の中ではね、まあ、そういうふうに定期づけられてることではなくて、自分自身が体感的に感じるんですが、周りを気にするというよりは、周りの変化だとか、周りのネガティブな感じだとか、周りのイライラだとかを吸収しやすいタイプだというふうに自分は考えてます。 hsp の人たちって。だからこそ、その中で、外部の刺激っていうのを、過度に受けないような、商売環境、仕事環境を設けて、かつ、それでも、やっぱり周りのいろいろな情報、刺激っていうものが、ガガガガガガッと入ってきちゃって、自分の頭がもわっとすると。で、まあ、うつ病の人とかもそうだと思うんですけど、記憶障害だとか、思考能力が一時的に低下するだとか、そういった、 副作用っていうのが生じてきたタイミングで、もちろんビジネスで行くっていうのが主目的ではあるんですけれども、海外に行ったり来たりする。っていうことを、例えば年に2回3回できるような状況になれば、自分の精神状態もどん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 、まあクリーンになってくるというか、向上させて、かつ物販の実績っていうのも意味があって海外行くわけですから、しっかりと堅実な物販を行うわけですから、上がってくる。 で、収益面、経済的自由っていうのも、どん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 、獲得することができるし、で、もちろん時間的な自由っていうのも獲得できる。自分自身の自分らしい生き方、自分の人生の中での立ち位置、自分が誇りにも、を持って、自分に対して誇りを持って、貫徹していけるような商売、生き方、ビジネス、仕事っていうのを、見出していっていただければなと思って、このような動画を撮らさせていただきました。最後までご清聴くださり、ありがとうございます。では、失礼いたします。